まーちゃん。はい。お風呂入ろうか。うん。ね。行くよ行くよ。また終わってからそれ続きしたら。うんうん。ね。そうだね。じゃあ準備してるよ。はい、来ましたよ。はい。はいはいはい。よいしょ。メガネも取ろうね。うん。はい、一丁上がり。ありがとうよ。はい、ばあちゃんお疲れ。ありがとう。一丁上がりです。はいはい。はい、終わったよ。綺麗になったね。チョラ様じゃん。チョラオラオラだ。ばあちゃん、ここにお茶入れたからさ、うん、ありがとう。お茶飲んでからまた裁縫して。うん、ありがとさ。綺麗になってるばあちゃん。うん、よかったね。顔剃ってくれたからね。よかったね。疲れるけどさ、やっぱりさっぱりするからね。とっても体がね、うん、楽になるの、うん、お風呂入ったらね。よかった、うん、今回ちょっと会えちゃったよね。うん。私がもう今日はいい今日はいいしばっかり言ったから。うん、体力使うからね。でもやっぱり入ってよかったね。よかったよ。重たい体をみんな持ってってくれたから。こうしとってね、うん、あのバッグはどんなにすればちゃんと主が望んでいるようにできるかなって考えてる。あ、そうなの。うん、ばあちゃんが険しい顔してるからどうしたのかなと思った。今考えてる。考えてるんだ。こんな顔してたよ。考えて済んだ。ずっとそういうこと考えてんだね。編み物とか裁縫とかそういうこと、うんうんうん、次のこと次のこと考えてね。楽しいの。うん、うん、はい、それ牛しゃん牛しゃん牛しゃん、うん、ほっとした。ほっとしたってこと。牛、牛、あの、なぜだよ、牛って言うからね。牛、うん、牛、島んでや、牛、うん、うん、牛さん、うん、牛さんだ、なんせ牛さんだ。お母さんが水虫の薬塗るって言って待ってるよ。いや、うん、行かんじゃん。ほっとしたね。ありがとうね。ちょっと力入れないか。力入れて半身入れてちょっと待ってね。手まで。ありがとうね。バッチリありがとう。はい、左足上げて。ありがとう。どういたしまして。たが足もらえるちゃうよ。わらぬと足もらってる。よかったよかった。みんながみんなこんなにしてもらってないはずよ。おー、懐かしいや。よかったね。一応やる周りやってや、ハンシガレ。ティカちゃん、ティカちゃん。ハンシガレ絞る。ティカちゃんどう？
お母さんが介護の勉強してあってよかったね。よかった。介護の勉強しないとね、年寄り知らないからね、うん、各家族に生まれてるからね、育ってるからね、うん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 、やってよかった。近所のお友達が、あの、介護の勉強しに行こうって誘ってくれたからね、ああ、じゃあやってみようと思ってさ、やってよかったよ。今役立ってるよね、だいぶね、うん。そうだね。ありがたい。よかった、その時勉強しとって。何も知らなかったら怖くて関われないと思うよ、うんうん、知ってるからね、関わってこうしたらいいっていうのがある程度は分かるわけよ。でもこんなして毎日ね、家族の中でする中なのはあったけど、自信がやっぱり持てているのはあるかもね、うん、でやりたくてもね、うん、自分がね、変なことして、うん、変なふうにあべこべ、うん、やましてもいいからしよう。そうそうそう、だからある程度のこういう感じはいいんだっていうね、分かってたらいいからさ。これはさ、気持ちいいよね、足ね。みへいじろうと、あんた大変でしょうけど。いやいや、大変じゃないよ。母ちゃんが喜んでくれて嬉しいよ。はい、はい、終わりです。みへいじろう、お母さん、手洗ってきた方がいいかも。うん、手洗ってこね。水虫の足触ってるから。ばあちゃん、腕寒くない？あれつける？寒くないけどね。寒くない？うん。10時50分。うん、9時だよ。9時50分だ。9時50分。しばらく休んでね、ばあちゃん。うん、あんたもお茶飲んだよ。うん。